フトバロビークルブインテルブラティスラバは、スロバキアの首都ブラティスラバを本拠地とするサッカークラブである。クラブは1940年7月1日に、K アポロブラティスラバとして創設された。サッカー部門は5年後の1945年に創設され、いくつかの名称変更を経て1965年に TJ インテルナショナルスローブノフトブラティスラバとなった。 1959年にはチェコスロバキアリーグで初優勝。その後はタイトルには恵まれなかったが、1972から73シーズンと1986から87シーズン以外は常にトップリーグに在籍するなど、中堅クラスの実力を保持していた。またナショナルチームにも数多くの選手を輩出し、ラディスラフ・ユルケミクは1976年の UEFA 欧州選手権1976優勝メンバーとなった。ビロード革命後にスロバキアとして独立後も戦力を維持し続け、世紀の変わり目である2000年と2001年にはスロバキアリーグ、スロバキアカップの2年連続2冠を達成した。しかし、これ以後は成績は低迷し、2006から07シーズンに2部リーグへ降格した。ありがとうございます。